はい、グアドサラムを抜けて雷平原へ。マスカー まあ、マスカーニャ だってさ、文字見ちゃったらマスカーニャにしか見えないんだけど。マカラーニャの森。怖 まあ、さっきまで雷が激しいから、ここへは来るなって言われてたんだけど。え？雷が落ちることがあります。なんだよ、それ。ガンド風雷平原。ぼーっと突っ立ってるのが一番危険です。はい、速やかに近くの避雷塔に避難しましょう。なんか今アイテムなかったか。丸を押して雷を避けることができます。はい、むずくね 何フレームこれ。連打しながら歩くのは危険ですのでおすすめしません。なんで？連打した方がよくね？おらら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 ら。いった。いった。ねえ、そういうのあり？終わった瞬間に雷食らっちゃったんだけど。ほら、ユーナも疲れたって。召喚師様ですね。どうぞあちらを使ってください。召喚師ってだけで部屋譲ってくれんのか。いいな、召喚師やっぱなりどく。ティーダもフラフラやな。あれ？入っちゃった。何これ。あ、異界送りした時に落としたやつか。あのさ、今のってクワト族のジスカルだよな。なんか聞いてたよね。あれかな、録音機みたいな、そうい遺う言もだっんかたな。の。息子をよろしくだって。へえ。立ち入り禁止になっちゃった 行くか。これ、ちょっと思ったんだけどさ、決まりいらなくね？ 決まりが今んとこ一番使えない子かもしれない。ティーダはね、味方の防御、味方のバフができるから、またお前で。着いたかな？結構野生しんどいよ。みんな、いいかな？どうした？どうした？聞いてほしいことがあるの。ここで。もう 確かに数週間でし ょ？こんなところでさっさ話さとなく行っちゃておも。うよ。今話したいの。嫌な予感だけは当たるんだよな。ティーダは許さないよ。その左手の薬指に指輪を私、はめようなんて。結婚する。やっぱり。そう、来たっすか。あれか、あのじいさんの遺どうし言たがの？聞気かがっかたりなの？のかな。スピラのために、エボンのために、そうするのが一番いいと思いました。説明になっていない。もし厳かしい。してジスカル様のことが関係してるの？あのスピア。見せろ。できません。なんで？まずシーモア老師と話さねばなりません。シーモア早く帰ってこ本当いによ。連申し絡手段訳くらないんで渡す。しとけよ。これは個人的な問題です。好きにしろ。すみません。だが、お父さ今ん。一度聞く。 アーロンパパ。旅はやめません。アーロンパパと若なら兄ばとよかろう。ルネちょっと待てー。ティーダよ、アーはロン。ペット。旅さえしてればあとはどうでもいいのかよ。その通りだ。真と戦う覚悟さえ捨てなければ、何をしようと召喚師の自由だ。確かにな。そ真れは倒せ召れ喚ば師の権どうで利。もいいもんな。覚悟と引き換えのな。はい、雷平原を抜けて、マッカラーニャの森。ダメだな、言えねえな。誰だお前。おお、ガードやん。バレてるわ。あんたたち、ドナを見かけなかったか。見ドてナ、も別見てないにっす教えよ。はしないけど。どうしたんだ？森に入ってからはぐれちまって。アルベド族なんじゃないの。どこ行っちまったんだ？落ち着く。ガードが取り乱していたら、召喚師はどうする？ ちょっと そのそうカメラアするングルおもろいな。もう一回やって。手伝いが必要か。いや、いいっすいいえ、よ。あ、そうそう一そう人そでう。大一丈夫人でやるんす。でね。はい、行った行った。アーロンさん、ありがとうございます。ちょっと待て。確か、この辺りだ。
何か？なんすか？あ、人員？見せたいものがある。何ここ、モンハンで見たよ。これ酸でしょ。スフィアの原料となる水だ。へえ。人の思いを封じ、とどめる力がある。何を見せたいんだ？なんだ？まあ、この BGM 敵じゃないの？敵だよね。敵ですね。やったな、測ったなお前。なんでだよ。な、水の敵出てきたんだけど、ああ、まあ、こういう敵にはバオータバオータな、ふざけた名前してるけど、水属性の攻撃を一度だけ完全無効にできる魔法貼っといて。え、どうせサンダー効くっしょ、見破れない。へえ、どうせサンダーだろ。いけ。あ、687効いてるな。ウィークチェンジ。いやー、これあれじゃん、ウィークってことは弱点だから、弱点変えたってことでしょ。だから見破れないんじゃないの。あ、ちなみに見破るっていうのは、え、あ、なんでもない。見破るっていうのは敵の弱点とかを見破れる技ですね。スモークボムやってみる。敵全体にダメージと暗闇。あー、いいねいいね。暗闇にはなってくんなかった。もう死ぬんだよなー。いや、危ねえ。あれ食らってたら死んでるよ、あの子。さて、弱点変わっちゃったけど、まあ、適当に撃つしかないよな。ブリザード。まあ、水タイプには氷で凍らせる。回復しちゃった。弱点以外の魔法は吸収されてしまう。きつくね。だってこれ弱点変えられてんでしょ。え、そういうことじゃないのかな。サンダー、え、ウォーター撃つ？せい。ダメだよな。え、サンダーかな。弱点変わってないのか。サンダー撃ってみるか。はい。なんだよ。効くんじゃねえか。ウィークチェンジとか言ってるからさ。で、これ多分集中、いや、集中撃つときはユーナいてほしいから、一旦サンダー撃って、茶を濁す。回復してる。やっぱ弱点変わってんじゃん。もういけ、ユーナ。殴れ。ほら、4。え、ファイヤー撃ってきた。ファイヤー撃ってきたってこと、あ、やべ。あー、死んだか。まあまあまあいいや。ファイヤー撃ってきたってことは、ファイヤーの弱点、また水か？え、ファイヤーの弱点って水で合ってる？あー、ブリザード効いた。まあ、やっぱそういう感じかな。あいつが攻撃してきたら、その技を見て、弱点を見極めるが正しい。回復してんだよな。あ、ブリザード撃ってきたから。じゃあ、ファイヤーか？ファイヤー。ああ、合ってるっぽいな。ウィークチェンジ。え、これさ、あいつにやらせようぜ。呼吸じゃないや。メルカバ。メルカバは全部の属性の魔法を使えるから。シューティングライン。久々見るけど。ああ壊れちゃった。あ、ウォーターね。ルールのオーバードライブさえ溜まってしまえばこっちのもんか。あ、やった。あ、やれたっぽいな、これはな。さすがにな。オッケー、取り持ち撃破。あー、もうこういう戦いはやりたくないな。アーロンのせいだからな。ベベ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 。チェクトのスフィア？マジ？なんでお前持ってんだよ。あー、上がった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 。すごい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 。あー、だだだだだ。ルールすごいな。ずいぶん古いな。これは中身消えてっか。あ、時間経ちすぎると中身も消えちゃうんだ。10年前、ジェクトが残したスピアだ。お前、何を取ってるんだ。一応改装し、アーロン真っ赤。長い旅になるんだろ。珍しいものも。アーロン真っ赤すぎる。となりゃ、これジェクトのカメラ視点か。女房とガキにも見せてやらねえとよ。この旅は遊びではないんだぞ。で、今手前に見えたのがユーナの父親、これだね。ブラスカ。召喚士様の出発だってのに。綺麗。あ、ここじゃね？いや、ここだね。前がこれを見てるってことは、
俺はもうこのようにね、違う。よくある展開じゃなかった。ピーピー泣いてるんじゃねえか。いつまでもうじうじ泣いてんじゃねえぞ。なんたって、おめえは俺の息子なんだからな。なんだ、その、ダメだ、まとまらしねえよ。やっぱ気まずそうだな。大悟だけマジなふりしたって。説得力ねえっての。フリではない。あの時ジェクトはすでに覚悟を決めていた。あれがまあ遺言だったのか。ジェクトは実質いつでもザナルカンドの家に帰ることを口にしていた。風景をスフィアに収め続けたのは帰ってからお前に見せるためだ。なんとなくシンと戦ったらもう帰ってこれないってこと。ザナルカンドに帰る方法が見つからないから覚悟した。本当は帰りたかったけど。あ、そうなんだ。帰れないから覚悟を決めた。そうしないと前に進めなかったけど。ティーダも帰れないんじゃね。どうにかして見つけんのかな。わか、お前落ち着け。途中で仲間と別れるなんてできなかったと思う。アーロンがオーバードライブ技流星を覚えた。あ、おお、オーバードライブ増えた。マジ？あ、待って、オーバードライブのタイプ書いてあんじゃん。修行はダメージを受けるタップ、投資はダメージを与えるタップ。いや、アーロンは投資じゃね。あー、これでみんなのオーバードライブセットできるんだ。ユーナ様、お迎えに。あ、トアメル、久々。何も告げずに留守にしたこと。本当だよ、シモア様に。二度手間だよこっちは。それはいいんです、行ってきます。行ってら。さて、一人で行くの。ワードのしきたりがありましてな。はい。皆様はもう少しだけここで。まあでもユーナ強いしな。ユーナは一人でやっていけそうな気もするけど、心配だな。誰か忍び歩き振ってないの？ガードはいつでも召喚師の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。何？アルベド族だ。ほら襲われてんじゃん早速。グアドだけで守りきれんのか。おい、なんでティーダだけこんな遠回りしてんだよ。おいおいおい、邪魔だって。任せろ。かたじけない。トアメル戦える。ユーナ様、あれ逃げてった。まあさすがに部が悪いか。ギャヤヌハヌ、相手か。ちょ、何言ってか分かんないけど、まあ機械が飛んでくると。え、でもあれ倒さなかったっけ。全部似たような機械してるから分かんねえな。召喚獣子、空気寄せたうけ。だいぶ分かるようになってきたけど、まだまだだな。通訳、魔法と召喚獣を封印した。え、どういうこと。たしやねえ。そういう魔法、魔法封印魔法、やばいじゃん。ルールがさ、上位魔法全部習得したんだけど、それ使えなくなるってことかな。はい、戦闘開始。まあ、ルールでもオーバードライブあるんで。何？アルベドシーラーが魔法と召喚を封じる。めんどくせえ。アーロン、あれ、届く？はい。遠すぎて攻撃が届かない。ってことは、輪っか、出番だぞ。待て、違う。リュック、お前手榴弾投げろ、あそこに。行け、手榴弾。よいしょ、OK。まあ、リュックもね、だいぶ、HP とか強化されました。あ、だって、ルールーより HP 高いもん。ちょっと、ルールーが何もできないんで、ワッカに変えます。で、ワッカ。アルベドシーラ、攻撃。319。まあまあ入るけど、まあ、敵のも、その分強くなってると思うからな。こっちが強くなった分。まあ、ガトリングはまあまあだな。ちょっと、手榴弾投げまくりましょう。手榴弾いくらでも変えるから、お店で。うわ、早っ。壊れたわ。ユーナ、これで魔法も召喚もできるよ。え、召喚した方がいいかな。ルールーがさ、魔法使えるんだよ。あ、オーバードライブ使えるんだよ。あー、けど、何が効くのかわかんねえのか。まあ、一回適当にやってみよう。まあ、機械だから、水じゃね。水属性の魔法を乱れ打ちします。左スティックくるくるね。いくよ。成功したことないからね。いくぞ。なんかもうこれ
わかんないんだけど、左スティックぐるぐるやってもたまんないし、で今試しに右スティックぐるぐるしたらたまったんだけど、両方やった方がいいのか。魔法ビームまで3ターン。即死魔法か。めんどくせえ。一旦アーロンで、あ、流星だ。キラ流星。ほら、あ、ちょっと難しくなってる、ま。コマンド入力は得意なんで、任せてください。え、聞いてないじゃん。あ、飛んできた。魔法ビーム。やばい、ガトリングガンが、避けろ避けるとか召喚獣できないから。あ、耐えたわ。やりすぎやりすぎ。エアロスパーク514、あんまり入らなかったな。雷に打ちひしがれて、お、6000。え、もう敵の体力半分削ったじゃん。いや、もう押すか。サンダラ押します。5300か。まあ、なんとかなるんじゃないかな。976。え、うわ、また出てきた。まあ、あれはワッカに壊してもらうとして、魔法ビーム不発、やった。突撃。あ、アーロン行ったか。先にルールー回復。あ、オーバードライブ。慈愛、慈愛あれじゃね、味方を回復するたんびに溜まってくみたいな。1300耐えないか。まだ倒れないか。やべ、突撃。あぶねえ。それ食らったら死んでた。いや、もうこれ倒したいな。あと260。あ、もう倒せる。手榴弾でとどめ刺すか手榴弾300ぐらい入るから。じゃあな、ポイッと。よし、機械をぶっ壊してやったぜ。